カチカチマーク7-26080-916207。ようまいら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。今日はね、俺様、ちょっとおしゃれなね、ティーを飲もうと思います。ティーね。はい。まあ、この部分がちょっとおしっこ色ですけどね。まあでもおしゃれですよね。これは輸入品ですね。で、ずっと家に放置してあって、ちょっと埃かぶってたんですけど、でもね、中身はね、ちゃんとしてるんで大丈夫です。どっちかっていうとね、これ色は、ジバニャン色ってよりはジャイアン色ですかね。まあ、この辺はちょっとジバニャン色かなって感じですけどね。うん。あ、この辺は上の方はジバニャン色だね。で、下の方がジャイアン色。うん。なんかね、この辺はグラデーションになってますね。ジバニャン色からジャイアン色へ。ジバニャンからジャイアンへね、変わっていく様子がわかりますね。はい、じゃあまあ余計なことごちゃごちゃ喋ってないんで、早速ね、飲もうと思います。はい。はい、中はね、こんな感じですね。ティーって書いてあります。緑色です。マンゴー、マウイ、ブラックティーって書いてありますね。はい。で、あとはなんだこれ。英語でなんかごちゃごちゃ書いてありますね。You'll find quality in every cup of our tea.、うん、ね。なんか下にもごちゃごちゃ書いてあって、この tea って文字がおしっこ色ですね。はい。まだね、お湯は入れてないんですけどね、すごくね、いい香りがします。なんかおしゃれな香りですね。原宿系のお姉さんが好きそうな香りですね。クリーンアーマーさんとか結構好きかもね。まあでもあの人は原宿系っていうかどうかちょっと微妙ですけどね。はい、じゃあお湯を入れましょうね。はい。じゃーどのぐらいでいいかな。はい、入れました。今日はね、何に乾杯しようかな。いつもね、俺様の瞳に乾杯とか言ってるんだけど、たまにはね、もっとね、気の利いたものにね、乾杯したいですよね。どうしようかな、全然思いつかないな。カメラ回す前にね、考えておけって話ですけどね。はい、まあ、どうしようかな。ジバニャンに乾杯。それでは口を開けて、あーん。うん。うん。なんかね、味はね、よくわかんないけど、よくわかんないというか、まあなんか、お湯の味がするけど、風味がね、なんか、豊かでいいと思います。はい。まあ、ということでね、まあ、なんだろう、端的に言うと、お湯の味がしますね。それではさようなら、ボーボー。カチカチマーク、7-26080-916207。Boo!